おはようございます。今日はですね、高松のねパーツランド岩崎までちょっと、行ってみたいと思います。ところがね、先ほどねひょっと見たら、このいろんなこうケーキ類がですねマイル表示になってて、なんかねスピードメーターもえらいこう、だいたい50とか60ぐらいいっとんちゃうかなと思うのに30、40ぐらいだったりねして、なんあれとか思ったら、キロメートル表示になってなくてびっくりしました。まあ修正しましたけどね、セッティング変えましたけど、まあ、びっくりしたーっていう感じです。はい、それではよろしくお願いします。全体霞みかかったようになりますよね。あれ湿度の関係かもわからないけど、やっぱああいう感じやね。これ冬のあの向こうまでクリーンにきれいに見えるっていうのはちょっとちゃうね。高速道路っていうのも本当にこう風が強かったりしたら怖いですけど、バイクってね、そうでなかったら気持ちいいな。で今日もね、気温が13度あるんですよね。さっきまで14度だったんですけど、だからまあこの2桁あるんで、めちゃくちゃ寒いっていう状況じゃないんで助かりますね。津田の松原で休憩します。やっぱ休憩って大事よな。最近ほんまにちょっとこうまたまたその休憩の大切さに気がつきました。ちょっとしばらくあんまり休憩っていう感じをせんままね走ってたとこあるんですよね。だからちょっとこう最近意識的に、ね、休憩っていうをちゃんと取らんとねいかんなという、そういう感じだね。市内が見えてきました。この高速道路今のところがちょっと高いになってるんですよね。だからこう街が綺麗に見えるんやけどね、まあ一瞬なんやけどね。まあまあ風ありますね。パーツランド岩崎でこれね、ごっつい前のに比べたらすっきり、ナビがこうセッティングされました。そしてこの前のね、こちらの元々のディスプレイのどこかが見えんっていうことがなくて、全てきちんと見えるので、まあ、情報がちゃんとこう見えるっていう感じでね、これいいですね。やっぱりああいうとこに行って遭難しながらするとやっぱりいいものをねすることができるな。なかなかいいですね。よかった、すっきりした。もう帰りはですね、塩の絵を通って帰るということで高速はやめました。でちょっとねやっぱり山を通るので雪とか凍結が心配だったんですけど、まあこの天気と気温だったら大丈夫だろうということで、
まあ、この道をね行くことにしました。これでしかしまあこのナビの位置はこうセッティングきちんとできましたね。良かったです。こんな風にしてね、やっぱりバイクとかいうのはちょっとずつこう自分の使いやすいようにこうセッティングしていくうちは楽しいですよね。今4時半なんですけど、4時半やったらちょっと前までごっつい暗かったもんな。暗にもなれたもんな。今まだちょっと太陽がね、赤いとは言いませんけど、だいぶこうね斜めにはなってきたけど、こう西日という感じではなってきてますが、それでもまだね日が落ちるにはだいぶ時間かかりますよね。ああ吉野川を渡るところまでやってきました。帰ってきました。今日も本当にいいツーリングでしたね。まあ、自分が思ったよりもねすっきりと、ナビのセッティングができたっていうこともまあそれでね、まあ、喜んでるってこともあるんですけどね。徳島市に入ってきます。それでは皆さん今日も本当に最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の旅にをよろしくお願いします。それではバイバイ、失礼します。